はい、どこにちゃいましたみくです。はい、あたさん、本日紹介するのはこちら。じゃーん、よいしょ、スイチモンスターズジンオーガです。はい、7月の31日に発売されたジンオーガなんですけども、ようやくレビューする順番が回っておりました、モンハンの、トライじゃねえ、サードのパッケモンスターだったね。はい、じゃあ本日こちらの方ね、レビューしてみたいと思います。はい、わしあとみくチャンネル。はい、じゃあ早速ね、見ていきたいんですけども、 SH モンスターズのモンハンシリーズとしては第3弾になりますね。サードのパッケが飾ったからかな。はい、表面はね、ジンオーガが大きく映ってて、これフィギュアのやつですね。うん、なかなかいい感じ。あの毛がクリアパーツで成形されてるような感じになってて、うん、すごいかっこいいだよね。はい、横はこんな感じ、ジンオーガって感じで緑の、カラーになってますね。はい、ジンオーガらしくていいね。裏はこんな感じになってます。まあ、いつも通り、あの、爪の引っ掛け傷みたいなのがあって、で、ジンオーガが、月のところでね、吠えてる感じだね。めっちゃかっこいい。うん。はい。文字組みはこんな感じ。さっきと一緒ですね。上の面がジンオーガのちょっと別角度かと顔って感じ。うん。で、下はこんな感じになってます。はい。毛圧らしい、非常にね、かっこいい箱になってますね。じゃあ、早速開けてみましょう。はい、でですね、開けましたんで、早速ね、引っ張り出してみようかなと思います。よいしょ、ずるずるっと、こんな感じに出していくと、はい、こんな感じですね。おー、すごい。以前は、リボルテックだったかな？うん、で、出たことがあったんですけども、そっちは買ってなかったんですよね。うん。買おうかなとは思ってたんですけれども、はい、いやでもやっぱりこうしてみると、やっぱ、ジンオーガいいね。広角の部分とか、なんか、うん、メタリックカラーが使われてていい感じだね。実際のモンハンで見てみるとこんな感じじゃなかったね、気がしなくもないけども。なるほどね。はい。で、今回は台座パーツ、岩の台座パーツが、ね、ついてきます。はい。で、ジンオーガが腕の爪を展開した姿だね、を一応再現することができるような、爪パーツが入ってますね。なるほどね。わかりました。残念ながら、蓄電状態はね、まあね、再現できないみたいなんですけども、はい。それはまた今度って感じなのかな。じゃあね、早速取り出して、細かいところ見ていきたいなと思います。はい、でですね、開けましたので早速見てみましょう。まずこちらが台座ですね。はい、岩を意識したような感じの、作りの台座が1個ついていきます。まあ、台座といっても、まあ、ほぼ置くだけなんで、うん。はい。なんだろうな、飾りのうちの1個っていう感じがしますね。はい。なんですけども、色合いとかね、すごい、しっかり作られてあって、うん。ちゃんとした岩っていうような感じのパーツに見えます。うん。これすごいよね。はい。結構細かくできてますね。はい。で、これを、まあ、置くことができますと。うん。まあ、そんだけなんですけどね。はい。できれば、もうちょっと、こう、なんだろうな。角度とかあってもよかったかもしれないね。はい。で、こちらが、ジンオーガについてくる爪ですね。展開用の爪です。うん。これが、こっちが後ろ足で、こっちが前足の横につけるやつですね。うん。2本。合計で4本ついてくるんですけども、はい。これがジンオーガが手開いて、爪開いて、こう、スタンプしてくる時のやつだね。はい。って感じのものになってます。うん。じゃん。はい、こちらがですね、ジンオーガ本体になります。それでは早速ね、細かいところを見ていきましょう。はい。箱のその写真からでも分かったんですけども、やっぱり出来はね、SH モンスターズっていうだけあって、やっぱ細かいなと思います。鱗のところだったりだとかね、あと毛の部分はクリアパーツで成形化されていて、うん、すごいリアル感がありますよね。うん、透明感があるのが、カメラ越しでもね、伝わるんじゃないかなと思います。はい。可動域見ていきましょう。可動域なんですけども、尻尾が、まあ、とりあえず結構柔軟に動くね。うん。ジンオーガのね、モーション、動きだよね。は、ほとんど真似できそうな感じには尻尾は動いてくれますね。はい。横にももちろん動くというような感じ。可動域は結構広めだね。素晴らしいね。はい。で、足なんですけども、足やっぱあれだね、ナルカと同じような感じになってて、後ろ足はやっぱちっちゃいんだね。はい。可愛らしくていいんじゃないかと思います。うん。でね、ちゃんと肉球っぽいのがね、デザインされていて、はい。この辺も可愛いなと思います。硬そうだけどね、こいつのね、肉球はね。はい。で、腕なんですけども、前足はかなり発達したような感じで、これも再現してありますね。はい。カラーリングとかもやっぱりバッチリできてて、塗装面とかすごい細かくできてますね。うん、
いいんじゃないかと思います。で、爪の部分は取り外しができて、先ほどの爪に乾燥することによって開いた状態のスタンプ攻撃ですね、なんていうのも再現できるって感じになってます。はい。で、顔なんですけど、顔はこんな感じになってます。目玉のところちゃんと塗装がされていて、うん、かっこよくできてるんじゃないかなと思います。はい。やっぱいいね。で、口が開閉するんですけども、ちょっとしか開閉しないんだよね。まあこの辺でいいんじゃないかなという感じはしなくもないですけども、はい、個人的にはもうちょっと開いてほしかったかなと思います。で、首のところなんですけども、首も結構大きく稼働してくれて、で、体も、それなりに反ることがこんな感じにできます。なんで、吠えてるイメージ、吠えてるシーンだとかね、いうふうのも、割と簡単に再現できるんじゃないかなって感じがします。はい。で、首のところがすごくて、この上の部分ですよね。ここの部分がすごい大きく動くんですね。ここの部分は、ボールジョイントになっていて、大きく動かすことが可能です。で、この動きもできるし、で、場合によっては、まあ、こんな感じの動きっていうのも、まあ、できなくもないよ。なんで、こんな感じでね、上向かすというのも自然にできるって感じになってます。この毛の動きの部分がね、すごい、感動しました。まあ、ちょっと、手でね、微調整は必要なんですけども、でもやっぱ、綺麗にできて、いいですよね。いや、素敵だなと思います。さすが SH モンスターだね。めちゃくちゃ出来がいい。リボルテックの方を持ってないんで、どういった出来だったのかっていうのがちょっとよくわかんないんで、比較とかできないんですけども、ちょっとそこが残念だね。あっちも買っとけばよかったなーって思うんですけども、学生の頃だったからちょっと厳しかったかな。はい。って感じです。まあ、あくまでも通常の形態だけなんで、怒り状態というかね、覚醒状態だよね。まあ、なんていうのはちょっと再現ができないんですけども、毛圧でそっちの方も出してくれると嬉しいかなって感じもしなくはないんだけどね。形態変化バージョンはちょっと集めるとね、キリがないからね。ちょっとね。考えちゃうところもあるかもしれないんですけれども、全体的な、細かいところなんていうのはすごくよくできてていいんじゃないかなと思います。好きだな陣容が。かっこいいですね。はい。じゃあポージングの方ね、撮っていきたいなと思います。ちょいちょい手袋に引っかかるんだよね。そこがネックだな、モンスターズやっぱりね。じゃじゃん。はい、まずはですね、GO がといえばいうような感じのね、ポージング撮ってもらいました。はい、なんだろう、ライロウリュウっていう名前の通り、狼の行動がね、非常によく似合う子だよね。こう、天向かってね、高くワオーンとね、吠えてるような感じだよね。やっぱりよく似合うんじゃないかなと思います。はい。雷のエフェクトが欲しいね。そんな感じがします。はい。じゃあ次のポージング撮ってもらいましょう。はい、ついで臨戦態勢という感じに、撮ってみました。姿勢を低くしてね、ちょっと構えを取るような感じでもやっぱりジオンがよく似合うんじゃないかと思います。かっこいいよね。こういったポーズが自然に決まるっていうのはやっぱり SH モンスターズいいところだなと個人的に思います。はい。じゃあ次のポージング撮ってもらいましょう。はい、続いて、ジンオーガーの攻撃である、角突き上げ後の、行動パターンですね。ちょっとポージングで再現してみたんですけど、伝わりますかね。ジンオーガーの攻撃で、角突き上げっていう攻撃があるんですけども、はい。この角、実はね、ちゃんと武器になってるんだよね。はい。覚醒するとね、どうもね、これが前っていうか、後ろに開いちゃうんで、後ろ側にちょっとね、開いちゃうんでね。でもやっぱそれも、かっこいいよね、ジンオーガーね。はい、こんな感じにポージング取ることもできます。ただやっぱり自然な感じではないのでちょっと違和感だね。説明しないと分かんないよね、このポーズもね。はい、じゃあ次のポージング取ってもらいましょう。はい、続いてちょっとね、横を向かせてね、振り向きざまの陣容画みたいな感じにやってみました。やっぱこれもね、かっこよくね、決まるじゃないかと思います。本当は尻尾叩きつけの攻撃のモーションやりたかったんですけども、本当はね、顔がね、もうちょっとこっち向いてるんですよね。なんですけども、可動域の限界でちょっとそこまではいきませんでした。はい。でもやっぱね、後ろ向きもね、尻尾ありきで見るとかっこいいんじゃないかなと思います。尻尾で思い出したんですけども、今回のリオレウス、妙なんですけども、尻尾切断パーツとかがついてこないんだよね。ちょっと寂しいなと思いました。はい。まあ別にいらないっちゃいらないんだけどね。でもナルガにもついてきたから、ちょっとそこがね、欲しかったかなとちょっと思いました。はい。はい、じゃあ次のポージング撮ってもらいましょう。
はい、続いてですね、爪を展開して、スタンプ攻撃ですね、やる瞬間みたいな感じにやってみました。今この状態、ジンヨがちょっと立ってる状態なんですよ。はい、まあ、こんな感じにね、一応立たせることが可能みたいです。まあ、もちろん後ろ尻尾に、なんだ、尻尾と足の3点立ちにしてますので、割と安定して立ってくれてるんですけども、うん。はい、スタンプ食らう寸前のハンターはこんな感じなんですね。これは恐ろしいわ。うん。やっぱり個人的にはもうちょっとあの顎がね開いてくれるとよりねリアル感が出たのかなって感じがしなくもないです。うん、やっぱゲーム画面見てるとジンヨがやっぱ口結構開いてるんで、うん、ちょっとね口の開き具合が足りなかったかなと個人的には思いました。うん、でもまあやっぱね、こんぐらいね、リアルにね再現してくれるのは嬉しいなと思います。うん、まあ何かとね、ちょっと変な点があるのは、フィギュア化するにあたって、立体化するにあたってどうしてもちょっとね、乗り越えられない点っていうのはありますので、しょうがないかなと思います。はい、じゃあ続いてね、次他のモンスターとちょっとね戦ってる感じでやってみようかなと思います。じゃじゃん、はい、ナルガクルカと一緒に撮ってみました。ナルガクルカ VS ジンヨーガですね。うん、危険度的にはジンヨーガの方が上なんで、うん、まあ強いのはジンヨーガの方なんですけども、まあ場合によっちゃ勝つかもしれないね、ナルガもね。はい、って感じのやつね。そうですね、密林あたりでやったような感じがするよねうん、はい、あとはまあ今作で言えば大社アートっていうような感じにやってるかなっていう感じに再現してみました。はい、リアルっぽくていいんじゃないかなと思います。うん、できればもうちょっとね、周りにこう自然のね、木とか、草木とか、まあ、この辺のやつをね、ちょっと並べてみたいなと個人的には思うんですけども、うん、まあしょうがないね。はいよし、じゃあ次リオレースとやってみましょうか。じゃじゃん、はい、続いてジンヨーガ VS リオレウスっていう感じで、うん、ジンヨーガの領域に入ってしまったリオレウスっていう感じでね、はい、再現してみました。うん、まあ本来だったらなかなか巡り合わない2台かなとは思うんですけども、ワールドとかライズだととかだとね、うん、割とこいつらの生息域が広いんで、うん、まあ、大社跡あたりとかでもやってそうな感じがしますよね。はいあとはモンハンワールドでは導きの地とかあの辺だよね。うん、って感じでやってそうな感じがします。はい、やっぱりね、複数体同じシリーズのねモンスターシリーズがいるとね、うん、こんな感じのね、バーサスシリーズって感じにやることができますので、はい、やっぱりいいんじゃないかなと思います。うん、かっこいいね。リオレウスとジンヨーガ見合ってるね、やっぱ黄色と赤だからかな。うん、色がド派手でね、いいですよね。はい、かっこいいなと思います。うん、っていう感じに、レビューしてみたんですけども、はい、やっぱり普通の携帯のジンヨーガっていうのは悪くないかなと思います。うん、個人的には超帯電状態だよね。うん、あの時のジンヨーガの方が、まあ、好きっちゃ好きなんですけども、まあやっぱり基本携帯っていう感じの方が、うん、なんだろう、何かと飾りやすいって感じがしますよね。はい、今回はジンヨーガだったんですけども、次回以降だよねは何が出てくるのかなって感じがしますね。はいまたね、このモンスターアーツシリーズだよね、モンスターアーツシリーズで、モンハンシリーズが出てくるようであればまたレビューしてみたいなと思います。うん、次は何かな、クシャルダオラとかあの辺かなはい、楽しみましたいなと思います。はい、というわけで、SH モンスターズジンヨーガの紹介でした。はい、いろんなところね細かくできててね、本当にワールドとかライズとかあの辺のジンヨーガそっくりだなと思います。うん、帯電状態じゃないっていうのがちょっと残念ではあるんですけども、何かとね使いやすいのはやっぱり、ね、デフォルトの状態だと思いますので、うんはい、その点に関しては良かったのかなと思いました。うん、リボルテックとのね、比較ができなかったんですけども、うん、まあどっちもどっちだとは思うんですが、はい、
でもまあ技術的にはやっぱ SH モンスターズの方があれなんだろうな、後期に出ちゃってるからね、後から出ちゃってるからいろいろいい点はあるとは思うんですけども、うん、この岩の台座も結構良かったんで、うん、何かと飾り映えする子なんじゃないかなと思いました。はい、あとは背景だとかね、小物とかちょこちょこ入れてあげるとよりモンハンの世界広げられるのかなって感じがしますね。うん、今後の、モンスターズシリーズですねモンスターハンターのモンスターズシリーズ、またちょっとね楽しみにしていきたいなと思います。うん、ナルガ、ジンヨウガ、リオレウスと来たんで、そうだね、次は何だろうね、ドスのパッケージ飾ったクシャルダオラとかかな、まあ、おそらく何らかのパッケージモンスターが出てくるのかなとは思うんですけども、うん、あとディノバルドとかなんかかな、うん、ディノバルド出すんだったら玉三つねあたりも出してほしいですよね、はい、まあ、何が出てくるかは分かりませんが、はい、まあ、また出て次第ねちょっとレビューしてみたいなと思います。はい、だけで SH モンスターズ人形画の紹介でした。紹介してほしいとミクでした。はい、だねー、じゃあねー、ミクとミンとバシーからお願いです。チャンネル登録、ルーダの評価お願いします。ツイッター、インスタグラムもやってますのでフォローお待ちしております。それではバシーとミクとミンチャンネルをお願いします。